マイケル・ジャクソンが好きと聞きましたが、マイケルのどんなところが好きですか？歌もうまいし、ダンスもうまいし、そういうところですかね。あとは、その、人生にストーリーがあるじゃないですか。ジャクソン5の時からね。なんかそういうところのなんかストーリーに惹かれるんですよね。そのアウトプットだけを見てっていうことじゃなくて、やっぱりストーリーがなんかすごく刺激してくれます。